長い冒険の果てに私たちはついに世界を救った。リリー姫、いえリリー女王陛下はカンタベリーが生まれ変わったとして盛大なお祭りを開催されただけでなく、 AH という新しい暦まで制定された。アフターヒーロー、勇者の救世語だなんて。 AH 元年1月1日を記念して全国民の前で私たちのためにお祭りを開くと宣言された時はただ恐縮するばかりで顔を上げることすらできなかった。建国祭と名付けられたお祭りはなんと1週間も続いた。永遠に続いてほしいと思うくらいの楽しい時間けれども、お祭りが終わりに近づくにつれてそれぞれの目標のために仲間たちは一人また一人と去っていき、最後の日まで残っていたのはケイデン様と私の二人だけだった。ついこの前までみんなといたのにもう私たちだけですね。皆さん、旅が終わったらやりたいことがたくさんあると言われてましたから、ルイス様はカマエル様と世界初のドローン運送会社を、ビビ様は世界最高のサーカスプロダクションを設立するそうですよ。リンゴ様は今までの冒険を全て歌にするとか、あとリリス様は魔界を統一して真の女王になると言ってましたね。魔人たちが封印されたことで魔界は動乱状態になっているのですよね。リリス様の身に危険が及ばないか少し心配です。エリナ様が同行しているので心配無用ですよ。過去に魔界を縦横無尽に駆け巡った方ですからね。心配する相手が違いましたね。魔界の方々にこそ冥福をお祈りしなくては。10年後の建国祭で会おうとの約束ですから、その時までみんな忙しい日々を送られるのでしょう。そうでしたね。再会は10年後。そういえばルナ様は魔法学校を設立されるとおっしゃっていましたけど、お祭り中に出会われた方と意気投合されたのでしたね。お名前は確か…エルファバ様のことですね。ルナ様とあんなに話が合う方がいるなんて、学識が高くとても美しい方でしたね。まあケイデン様もエルファバ様にご興味がおありなのですか。違いますよ、私の気持ちは…いえ、何でもありません。それよりもクララ様はこれからはどうされるのですか。私は、そうですね、ケイデン様は何かの剣を探しに行かれるのですよね。はい、神々からの予言によると数百年の後に再び巨大な悪が現れ、その剣でのみ悪の親玉を倒すことができるとか。遠い未来は広大の勇者に託すしかないのですが、だとしても私が無意に過ごしていいことにはなりません。世界のどこかにあるその剣を見つけ出して後世の勇者に確実に渡るようにするのが勇者としての最後の使命と思っています。ケイデン様ならその大事な使命を果たされると信じております。困難な旅の中でどんな危機に陥ろうともケイデン様は常に揺らぐことなく私たちを導いてくれたのですから。私一人の力では何もなすことなどできませんでした。他の方々は私を勇者と呼び称えてくれますが、
みんなが協力してくれたからこそあの旅をやり遂げられたのです。それで倉田様、これからのことについてまだ決められていないのなら、剣を探すのを手伝っていただけませんか。落ち着きながらのかすかな震えを帯びた声、不安を押し隠すような少しこわばった雰囲気、けれども澄み切っていて揺らぐことのない瞳、ケイデン様らしい。心からそう思いつつ、私は胸の苦しさを自覚していた。私は そろそろお別れですね。昨日共に行こうとおっしゃってくれたこと、本当に感謝しています。ですが、世界を滅亡から救うためにやむを得なかったとはいえ、私たちが世界樹を燃やしてしまったことで神と人間とのつながりが途切れ、今やほとんどの人々は新勢力を使えなくなってしまいました。新勢力による治療が行えなくなったがために、苦しんでいる多くの人々を、私はお助けしたいのです。それはクララ様一人の責任ではありません。他の仲間はそれぞれの道を歩み出しましたが、私はまだここにいます。だからクララ様と共に。ケイデン様の使命は後の世の人々のために必要なものです。もし私のせいでそれが果たせなくなったら、私でしたらクララ様、これを受け取っていただけませんか。これは新勢力で作動する位置発信機です。私の助けが必要となった時にはいつでも信号を送ってください。どれだけ遠くにいてもすぐに駆けつけますから。ケイデン様が必要となった時にこれを。決して変な意味ではないですからね。クララ様一人で解決が難しい事態や悩みがあって話し相手が必要になった時とかでも、とにかく何でもいいので、私は力になりたいという意味です。ありがとうございますケイデン様。ではそろそろ行こうと思います。クララ様の未来にプロメテイア様の祝福がありますよ。ケイデン様の旅もプロメテイア様のご加護がありますように。そうして私は助けを必要としている人々を探すために、ケイデン様とは別の道を歩み始めた。この先も共にいられたらどれだけ幸せだろう。ケイデン様には大事な使命があるのだ。その心を煩わせてはいけない。だけどケイデン様と次に会うのは10年後。名残惜しさに私は思わず振り返った。ケイデン様もまた足を止めて振り向かれていた。私たちの目が合う。緊張を押し隠しながらも曇りのないまっすぐな瞳、ケイデン様らしい。そう思ったら私も
少しだけ正直になれる気がした。仲間と誓い合った再会の日に、いえ、その時にならなくても、またお会いしましょう、ケイデン様。